おう。もうそんな痛くないですよ、はいはい、あいつ、はい、でもまだ痛気持ちぐらいは言ってない、はい、痛い痛いですね、痛い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 、はい、大丈夫ですよ、すいません、楽にしておいてください。もう頭がすげえ熱くなってきた。あ、変な感じ。どけてほしいですか。嫌なこと続きます。意地悪、痛い。ちょっとこれはしょうがないです。ちょっと待って、マジで痛い。あ、痛い。ちょっとこれ一番上に外しますね。すいません。はい、イエス、イエス。まず掴めないぐらい硬いんですよ。痛い、助けてくれ。ちょっと叩きましょうか。痛い。頭蓋骨に響くな。ふー、なんとも言えない感じですね、うん、そこが体な、ここが頭痛に来るな、はいはい、ちょっと後ろをします。すいたい、もうやだよ。痛い。いや、今日とすごい硬いですもんね。ちょっと待って。はい。ちょっと息ハーッてしてください。はい。ハーッて。はあ。よし。痛い。ちょっと一回寝たい。痛い。一回。一回落ち着こう。はい。じゃあこっちで。ああ、すごい。はい、すごいですね。さっきよりモテますからね。痛い。いや、まあまあ。まあそうですけど、はい、ちょっと待って、もういろんな痛みがしててよくわかんない。はい。怒んない。
ないでください、ね、ああもうプンプンですよすいませんもうプンプンでも楽になると思うんで痛い痛い髪の毛も引っ張れ地獄痛い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 これ大体の人気持ちいいんですよ痛いっすよねはいでも前回気持ちよかったですよねああそうでしたっけ、うん、前回よりストレスが溜まってるってことですねいやそうですねそれは気持ちいいですね、うんはあ、ちょっと一回多分ちょっと楽になってきてるんですあのね落ち着きましょうか一回落ち着かせるようにやってますけど大丈夫ですか、はい、大丈夫ですか弱めてます今いや変えてないですあ全然はい、痛気持ちくなってきた、はい、こうやって変わってくる、はいはあ、全然口臭くないと思いますよ嗅いだんですかやめてくださいよいや、なんか嗅ごうと思って嗅いだわけじゃないですけど、うん、多分臭かったら、うん、臭いって感じると思うんででもチューできないぐらいの感じですよあ、そうですか会話はできてもあこれに今ちょっと呼吸が止まったとするじゃないですか、はい、なんか人工呼吸とかちょっとためらう感じですよそうですかね痛えあでも気持ちいいなそら。あだんだん始め痛いけどだん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 、はい、そうですそうですだからもう最初が勝負というか最初はしょうがないんですよストレスがあればあるほどそうですね固まっていてそうですねよ自然にしといていただいてでもさっきよりだいぶもうあれですかね全然痛くない、はい、なんならちょっと気持ちいいぐらい、うん、手になると多分もっと楽になると思うんですごい痛いですね。うん。まあ、でも、はい、痛気持ちいいかなぐらいの。今日はすぐ酔っ払っちゃいそうですよね。いや今日飲まないです。飲まないでください。私今日飲み会入ってるんですよ。そうなんですか。入れないでくださいよ。こういう時はやらないタイプの、あんま飲まない方がいいです。飲むとどうなるんですか。まあとりあえず回っちゃいますし、うん、あとはやっぱりこうせっかくこう体があのこう回復する方に向かうのを阻害しますね。お酒が入っちゃうと。でまた明日から回復に向かうんですか。いや阻害しちゃうんで、もうなんか効果が減りますね。そうなんだ。はい。やっぱりちゃんと休んだ方が大幅に回復するんですよ。じゃあ飲み会まで寝たらいいですね。まあまあそうですね。少なくてもそれはやった方が多分いいですね。あとはまああんまり飲みすぎないようにしたら軽めに少しにした方がいいですね。まあ結構やっぱりお酒も刺激物なんで。そうっす。胃が荒れちゃいますもん。うん、せっかくその体を良くしようと思うんであれば多分普通に眠くなったりもすると思うんで。もう眠いですもん、うん、だからあんまりこうそのどうしても飲み会とかってなると、まあ、こうハイテンションになってしまうというか、うん、興奮緊張が出てくるってことなので、
楽しいことのようで、あのちょっと心臓とかに負担かけますから、ね、体にやっぱりちょっと休ませる方向にはいかないのです。にこう使うわけじゃないですか。体がね、はい、あの気絶してるって言いますもんね、飲みすぎて寝た時は。そうですね。それはだから脱水も起こるんで、はい、せっかくこう口を潤すようにしてもまた乾いちゃいますよね。じゃあお水ガブガブ飲んだ。ガブガブ飲むとむくみになりますしね。いいことないですね。痛い。そうですね。まあ、やっぱり自然に過ごす方がいいので、お体調いい時にね、まあ、楽しく。飲むのは全然いいと思うんですけど、かなり多分疲れてるのに酒でそれをごまかしてるみたいになるので、もうここ最近ずっとそうだったってことですね。あと内臓も疲れちゃいます。あとこうおつまみとかも食べられると思うんですけど、どうしてもまあお酒も席のおつまみ、枝豆だけですか。枝豆だけにします。ああ、そうですね。それそういう風にしましょう。ですね、まあなんか痛い。お野菜とかでね、そう食べていただければいいんですけど。痛い。あ、そうですね。どんだけストレス抱えてたんだろう。いや、多分結構あれですよ、病気になるレベルの。そうなんだ。はい、だと思います。だってめちゃめちゃ硬かったですからね。でこれで例えば、じゃあ帰ってじゃあそのままの飲んで体を痛めつけたやってなったら戻っちゃいます、戻っちゃいますね。せっかくやったのがこの状態で薄くなる、改善に向かわずに、その、まあ良くなったで、終わりじゃなくて、また悪くなっすぐ悪くなっちゃうってことですか。まあやっぱその今これ良くしていく段階なんですよね。これでいい状態で寝ていただくことで、より体がリセットされるっていう風な、はい、あの経過をたどっていくので、そこを潰してしまうと、まあ、明日どうなるかわかんないです。はい、痛い。やっぱなるべくこう体にいいことをするっていうか、そうですね、無理をかけずに、まあ、休んでいただくっていう風におすすめしてるので。やらないよりはいいと思うんですけど、まあ、その例えばこういう接待を受けずにそのままお酒を飲んでっていうふうにされるよりはいいとは思うんですけど、どうせやる予定だったんだったらね、でもまあ可能な限りはちょっと、はい、まあ、それだけお体に負担がかかってって今の状態になってるので、はい、そうですよね、はい。ああ、いいですね。血が流れるね。流血するってことじゃないですよ。そうですね、はい、循環するっていうことですね。そうです、はい、全然痛くない、全然痛くない、はい、なんならずっとやっててぐらい左がちょっと痛いかな、でもこれでさっきこうやってやってたのってこれですよ。全然痛くない、この周りや、痛い。やけどしてない。やけどしてないですよ。痛い。すごいわ、これはすごい、おお、泣きたいぐらいだけど、なんかあれですね、なんで大人って痛い時に涙出ないんですかね。全然痛くない、しっかりずっとやってて寝るからって感じ。しっかり力が入れてますけど全然痛くない、はい、びっくりしますね、はい。
ってくると多分全然痛くない、はい、気持ちいい、はい、でもほぐれにくかったですね。全然痛くない気持ちいい、はい、まだ痛いか痛いか痛くないかだったら痛いと思うんですけど、まあでも痛気持ちいいぐらいになってきましたね、うん、すげえなこれ、うん、全然痛くない何してんのって感じ同じですからね。すごい本当にすごい本当にすごいこういう感じですよ同じです。ああ、頭固いですね。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。 See you.